制限時間です。校内に残ったすべての自生体にお知らせします。残念なお知らせです。あなたたちが今まで所有していた世界観は崩壊しました。インフレによる根崩れです。聖杯戦争ごと、あなたたちは売却されました。あなたたちは、無価値です。お前、お前、ああ、もうちくしょう！何やってんのお前！無駄だってわかんないの？この役立たず！目障りなんだよ！どっか行けよ！そうだよ！そんなもんだよ、友達なんて！いいからさっさと逃げてろよ！くそ！くそくそくそ！せっかく僕も思い出したのに、聖杯戦争に戻れると思ったのに！こんなの、全然シナリオが違う！虫だらけだ！バグだらけだ！こんなの公正なゲームじゃない！
姫ごとを覗き見するなんて無粋ですよ、ちっぽけなマスターさん。こんなところまで来るなんて、私から逃げられると思ったんですか？バカな人、せっかく忘れさせてあげていたのに思い出してしまうんだもの。でも許してあげます。あなたは何も気にしなくていい。私があなたを勝たせてあげる。戦うことも努力することも傷つくこともない。だから何も考えず、このままお人形さんのように眠りなさい。私があなたに聖杯を与えてあげる。諦めなさい。諦めるの。諦めて。諦めちゃえ。諦めろ。諦めれば？諦めたら？そう。それでいいの。おとなしく眠りなさい。どうせあなたたちはみんな価値のない生き物なんだから。何ですって？